東ゲルマン語群とは、ゲルマン語派のインドヨーロッパ語族に含まれる、一連の死語を指す。東ゲルマン語としては、ゴート語のみ、文書の存在が知られているが、他にも、バンダル語やブルグント語、クリミアゴート語が、東ゲルマン語に含まれると考えられている。また、クリミアゴート語は18世紀まで存続していたと、されている。 紀元前750年から紀元1年までのゲルマン人居住地域の拡大。紀元前750年以前の居住地紀元前500年までの入植地紀元前250年までの入植地紀元,年地紀元1年までの入植地ヨルダネスやプロコピオス、パウルスディアコヌスラ、また言語証拠や地名、あるいは考古学的な痕跡から東ゲルマン語群を話す東ゲルマン民族は およそ紀元前600年から300年ほど前に、スカンディナビアからオーデル川とビスワ川とに挟まれた地域に移り住んで来たと考えられている。実際、昔からポメラニアや北、ポーランドに対するスカンディナビアの影響は非常に大きく、この地域を北欧製同期時代の文化に含めることもある。考古学的、あるいは地名に見られる痕跡からも、ブルグント民族は デンマークにあるボーンホルム島を起源としていると考えられる。東ゲルマン民族はスカンディナビアからエルベ川の東方に移住した北ゲルマン民族と関係性がある。ありがとうございます。